あ、本当はね、こんな起動しなさい。今バラバラなんで。そうそう、今ごめんなさい、あの、今バラバラで見せてます、うん、バラバラになってディスク1枚で、うん、ディスク1枚にって言ってるくせに 今、うん、今完全にバラバラ完全にバラバラになってるんですけど、あのディスク1枚になってますから、でインストールしてあの遊べる形になりますんで。ボーリングが面白くてチャイルドオブエデンができないって今日初めてですね。そう、チャイルドオブエデンね、あの送ってもらいましたよ。なんかあのいいっすよ、はい、あの 3DTV あります？ 3D テレビ、あのね、会社にはあるんですけど、それでチャイルドオブエデンやってみてください。ビビりますから。あ、結構いい。うわーって、あの鉄拳も映画も 3D なのよ。なんか 3D 太陽ってさっき書いてある。 3D です。でタック2のプロローグも 3D です。え、本当これに入ってるやつも 3D できる。これに入ってる 3D できます。だから意外とね、これね、みんなちょっと思い返してみて、あの格闘ゲーム実は 3D で、ええ、見たことあるような気分になってるけど、あんまないはずなのよ。うん、ないです。実はないでしょ。ないです。だから今回でこのやってみようと。買ってらぜひ見てみてください。あのモデルビューはモードもなく、ちゃんと対戦の部分も、3D でいきますから。へぇー、うん、結構金かけてる。そうで、このムービーもタッグワンの時の音楽をアレンジして、あー、うん、そうやってると。 3D とか買えない。そうだよね、 3D テレビ高いよね。そんな人に、そんな人には鉄拳 3D プライムエディション、3DS で、 お手軽に、お手軽にできちゃうんですよね。はい、というわけでちょっと、まあ、これ何気に本ちゃんなのムービーです。ちゃんとムービーもね、入ってますかね、オープニングムービーもね、これプロローグです。でこう一応なんかモデルビューアーみたいなのがあったりとか、またいいですね。いきなりモデルビューアーから見せるのどうなのって思う。今4キャラですか、まあ、ここで見れる。じゃあ、まあ、例えばこんな感じで、てかデビルジーンって、なんか急になんかグレード一気に上がった感じがしていいですね。まあ、やっぱね、12年前のゲームと比べたらあれですけど、まあ、これね、結構こういう風に、あれ切り替えれる。あの、こういう風に。CM ですか？こうキャラをね、はい、女キャラでやっちゃうとちょっとパンツとか見えちゃうんで、いいじゃないですか。まあなんかちょっと、エロくなっちゃうんだけど、あれさっきの美少女的な感じ。まあ、こう自分で好きにカメラ回したり、はいはい。まあなんか、こう、あ、ごめんなさい、例えば、こうやって勝ちポーズさせてみたりとか、ね、はいはい、うん、でなんかこういうふうに10連コンボさせたりとかね。あ、それワンボタンでいけるんですか？ワンボタンで、一応だからこうアニメーションがこう見れるようにさ、こうふわふわ、ああ出た出た出た、羽がこういうふうに、でまあなんかだいぶごっつくなってる。そうそうそう、こういう細かいディティールとか、例えばほらあの元のゲームが、今のは映画の、はい、映画に出てきたデビルジンのモデルなんですよ。さっきの、うん、あ、てかいきなり映画のネタバレしちゃった、やべえ。こわまあいいか、こわ、まあ、みんな出ると思ってるもんね。で、こわこれは、このモードにはあれですよね、まだ吉水入ってないですよね。そうそう、まだ吉水入ってない。それはあの、製品版鉄拳タッグ、そうそう、入ってるキャラと入ってないキャラもちろんいるんで、で、まあ、こうやって、ああ、大丈夫です、ほら、みんな空気読んでくる。やばいよね。ああ、聞こえないって言ってくれる。ちょっと今、乱れたでしょ。で、まあ、あの、こういうふうに、ちょっと古いモデルと新しいモデル切り替えてみたりとか。へぇー。まあ、いろいろ、こう。ああ、そうそうそう。で、あの後、かかと落とすんですよね。そうそう、ふわふわふわ。結構細部、っていうか、かなり細部作り込んでるんですね。そうそう、あのね、実はだから、モデルよく見てもらうと分かるんだけど、結構作り込んである。鎖になってるんですよ。ディティールはね、結構実は、うん、結構実はあるっていう。皮膚がんをわざとこれ人間じゃなくしてるんです。そうで、ちゃんと被写界診断とかも全部もうゲームの中でも一応やってる。これの背景は変えられるんですか？背景も何個か入ってます。それその時読み込んだ時に一応今なんかランダムで、あとで今一応こう、あ、まあ、みんな見えないと思うんで 3D モードとかね、近づきましょう。 3D モード、 3D モード、で、まあ、3D デスモードとかちゃんとある。ああ、ほんとだ。深さまでやれるんですか？ちゃんとやれますよ。ちょっと女の子見たいです。女の子見ちゃう、見ちゃう、女の子見ちゃうか、見ちゃういいでしょ。例えばね、アリサも、はい、あ、しまった、今選ぶあれ間違ったな。うん、多分間違ったな、今俺的に。あ、オッケーオッケー。例えばさ、アリサもさ、はい、アリサの制服ってない、アーケードでも出てないんですよ。ええ、でそれをまあ出しちまった的な、これ映画のやつ、いや映画でも実は制服着てないんですよ。ちょっと本当はこの格好でしょ。はい、この本当それです。映画でもこの格好で、この格好してるんですけど、これがね、あの、はい、
アンシンメトリーってこう左右非対称だから非常に今昔のアニメーションとか やりにくいっていうのでタブー視されてたんだけど、まあ、最近、これだからこう押井守さんとかもさ、みんなアニメ界の人はこのキャラがやたらといいらしいんだよ。タブーに触れたからタブーに触れたとかこういうのができる時代になったし、これはこう面白い面白いって、これはすごくいいんだよねって言ってて、でね、でまあこういうちょっと制服はちょっとポロリとポロリなんだけど、こうあんまりこれはあの映画でもなかったし無理やりちょっとプロローグ専用ですこれ。あ、そうなんですね。だからプロローグだとあれこうちょっとアリサの何を超えるのちょっと覗いてみたりとか、動きたいですね。チラッとちょっとね、動きたいです。できるだけ見せないように頑張ってるんですけど、本当は見れたんですよね。本当はちょっと丸見えです。おーみたいな、こうどんな方がお辞儀したい。あ、なんかちょっとね、あ、ブルマ的なものが危ないですね。あ、ちょっとピラ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 。ジジイみたいなね。ジジイ二人がそんなことができちゃうんで、なるほどね。まあ皆さんちょっとあのって感じ。レオネッタの時にモデルビューは入ってて、ちょっとおうってやりましたけど。ああ、なるほど。レオネッタもね、なんか、おう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 みたいな世界でございますね。え、これ対戦できちゃうんですか。で、ちゃんとまあもちろんゲームもね、まさか 3D モデルだけ入ってますって話じゃないですけど、そう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 。で、ルカンと回復されるって言って、はい、今例えばこうなんか好きなキャラ、はい、4キャラ選べるんですね。選べますね。今僕どうやって入るんだ。あ、スタートボタン。あ、それね、3になってる。コントローラーどうしてる。コントローラー設定で 2とかにしたの。2、はい、2、決定、戻る、はい、来た。まあ、好きなキャラ、何と思うんだろう。いや、僕じゃあ、シャオユ。じゃあ、僕は、どう、じゃあ、右左で分かりましょうか。はい。ワンピーが、ダーハラさんで、ツーピーが、ジャムジーです。僕、持ち方こうなんですよ、鉄拳の時だけ。あ、こうやって戻る方が鉄拳だけ。多い多い多い。あ、多いですかこれ。多い、非常に多いですね。アリサです、アリサです、死んでくださいって言ったでしょ、うん、これとかももう全部収録の時にね、はい、俺が適当にちょっと死んでくださいとか言ってくださいとか、ほんとほんと、だから大丈夫系とか、はい、なんかね、ちょっとなまってたりするんだよ、あれなんか適当に戦わなければいけないの系とかって、あの、声優さんの声聞いてるうちに、この人なんか東北なまりになったら面白いんじゃないかとか思ってやってみたら面白かったんで、そのまま収録とかね。へー、そういうちょっと。ちなみに僕今ちょっと驚いたんですけど、これ今倒れた時に僕服汚れたんですよ。汚れるんですよ、これ。ちょっとみんなに見えにくいかもしれないけど、こうやって、落ちる、ダウンするでしょ、はい、例えばこうやってコロコロって転がるでしょ。わかりました。めっちゃ汚れたでしょ。ほんとだ。これね、いろんなステージでそういう汚れとか濡れるとか。濡れるって。裏見える。まぁ、あ、ちょっと、やらしいけど、まぁ、あ、そういう要素とかも入ってますよ、と。あれ、チェンジどうですか。ちゃんと、R1 で。R1 で、はい。うわ、うめぇ。まぁ、あ、そういう、なんか、激しくうまいんですけど、もうこういう感じで、ほら、アリさんもすごい、あ、今胸のとこすごい、えらいことになってます。ちゃんと計算でやってるんで、ほら、おっぱい、まあ、おっぱい的な、おっぱいって言っちゃうけど、おっぱいの先とか、まあ、とんがってるんで結構汚れやすいよ。ちゃんとね、ずっと汚れたままなんなんで、ほら、今上半身きれいになっていて、あ、まあ、ちょっと時間経つと少しずつきれいになるんで。へぇ、太ももとかのこのついてる砂の感じとか、もうなんかそういうその手のフェチの人にはたまらない状態になってますね、これね。まあ、鉄拳にもそういう時代がちょっと若干来ましたよという感じで、まあ、このデビルのモデルも実はこう映画専用なんですね。あ、なるほど。そう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 、まあ、実はうわ、よし、これ僕好きな技です、これね、へ
太ももすごいわ。そうでしょ。そうなんですよ。これすごいわ。おー来た。おすげえ。これタッグ投げみたいな。タッグ投げ。それなんか切り替えどうやってやるんでしたっけ。だいぶ忘れちゃってるんですけど。コンマンド、ん？コンボ中に R1 を押す。だいたい何か浮かせ技中に、はい、R1 を押すとか、はい、そういうのでちょっとお願いできるんだっていう。例えばちょっとガード、はい、ガードノーガード。あ、ごめんなさい、間違えました。おお、間違えました。まあこういうこともできると。まあ例えばこうやって浮かせてこうやってこう出してこうやってコンボ、さっきやってたみたいな。まあ、もしくは叩きつけ中にこうやるとこういうふうにこう、おー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 おおおお、すげえかっこいい。おお、スカートとかもえらい汚れるっていう、ね、ですね。あ、本当だ。これまあちょっとみんなに今細かすぎて見えないと思うけど、いや、すごいことになってます。これすごい。だから今までの鉄拳のね、画面に 4体だから2倍描画してて、さらにこういうフィーチャーも入れて綺麗にしてる。頑張ってますよ、いろいろ頑張ってますね、うん。これキャラは4人ですけど、うん、もしかしてこれほぼフルで入ってるんですか。ゲームはゲームのシステムはもう 100% 入っちゃってるんで、だからそういうタッグアサルトだとか、ね、こっちで選べばいいのかな。まあ、ううなるほど。でシャオリ、まあてかね、同じキャラを選んでみれば、ね、なるほど、両方楽しい。はいはい。お、格ゲー買わなくなって久しいけど買ってみようかな、うん。ぜひこれは例えばなんていうのかな、プレス2の3のそこら辺の、はい、普通のゲーム1本よりも安いので、値段的には、うんうん、若干、ね、要は映画がするの、3D の映画が楽しめる、はい、映画94分入ってて、はい、プラス特典映像も結構入ってるんで、はい、まあ、もう2時間以上映像楽しめるし、はい、まあ、CG 映画も結構ね評判いいので、内容的に本当見てください。ですね、キャラ好きになります。表情とかもすごくいい。で結構いい。あ、これもほらトロフィー、あ、チートなれ、ちゃんと実はタクツプロログのトロフィー対応したんです。で映画が楽しめて、タッグ HD も楽しめて、この一応タッグ2もステージもいっぱい入ってるし、はい、100% ゲームシステム。例えばね、ジャムジーこれ、はい、ちょっといい？いいですよ。これね、はい、あ、ここじゃねえ、ちょっとバックしてくれる？はい。ね、なんだろう、落ちる場所、あ、あとあそこだ、ね、例えば落ちる場所、はい、こういう、ここっすか、ここで、はい、ちょっと前出して、はい、こうやってここでやるとボコーンと落ちたね。おーい、こういう落ちてそこにコンボ入れますみたいな、こういう二段構えのステージのフィーチャーとかもちゃんと入って、もう入っているので楽しめますよと。宇宙人いた。あ、そうそう、あ、見つけたね、よくね。こう拉致されてる、拉致されてる、なんか宇宙人が拉致されてる映像まあ、そういうね、なんかちょっと細かいものもいっぱい入ってるんで、ぜひゲームのシステム、あ、すげえな、そうそう、結構あれなんですね、ガッチリ入れてるんですね。だから、うん、あ、宇宙人いた、見えます今。ゲームセンターいきなり行くの怖い人とか、はい、僕怖い派です。これも12月1日に日本は発売するんで、おお、ぜひもうこれ買っちゃえば、あ、なるほど、タック2こんなシステムでこう遊べばいいんだなっていうのが練習できるし、あー、なるほど、理解できるし、できるし、まあ友達と対戦してくれてもいいし、タッグ1で遊ぶのもよし、はい、で、一人で映画見るのもよし、はい、で、3D テレビ、やるもよし、そう、3D テレビ活かしたい人なんかは結構、この状態で 3D で対戦できる、ね、見れるし。二人でじゃあメガネかけながら、そうそう、映画も見て、ゲームもできて、で、ボーリングもできてるんで、で、それで、いくらだ、なんか、6000、いくらだ、なんか、6000いくらだ、なんかよく日本で売ってるブルーレイの、アニメとかの、アニメとか意外ともっと高いか。7140円か、だから税込みで7140円かな。じゃあ、量販で買えばポイントも使えてとか。ポイントも使えて、まあ、うん、いきなりどっかで 10% ほどはやってるでしょうから、意外と、こう、お得です。はい。なるほど。あんまりね、
構控えめに出荷すると思うので。あ、そうなんですね。そんなに、まあでもなんかどうなんだろう、まあ、ちゃんと買えないってことはないと思うんですけど、ぜひぜひあのアマゾンとかでも予約とかしてもらえればありがたいかなですね、うんうん、結構数にかなり数はね、あんまりね、限りがある。もともとそんなに出したくない的なところもちょっとありましてですね、結構